強すぎる。ゆめさんが見てますよ。ごめん焦った、焦った、さっきの人焦った。めっちゃ怒られてますよ。マジこいつさんに怒られた。あれ優勝、優勝、え、あー明日頑張ろう、これは煽りなのか煽りじゃないか全く分かんない。ん、浜さんのせい、それですね。さあ残り2人出てくるのは浜セイソル、伸びる伸びて伸びて前ハイ伸びる、さあここで投げ返した浜セイソル、前系から前に出るが円安が伸びてくる、さあ着地ダウンド、ゲージも回収してバーストを使ってしまう、わあ、エースドリル、エースドリル。招いて、中段、通して、また回る。勝利も出ない。バーストで補正撃、一撃はせず、アモルファス、体力残って、空中投げ、さあ関西残り一人、残るのはロックスジャム、さあここで空投げ全員一の称号がマチャボーさんから大川へ、お母さんへ譲られましたが、まあ関西最後の一人、23人目対して小川エディ関東18人目、リーチをかけたのは小川エディ、しかし63なら何とかしてくれるはずはず。さあ優勝にリーチをかけたのはオガエディだが、セルヒット、伸びるカウンター、バースト当たらない、しかしこちらもホチュやり返す、 F ジャポン吹っ飛ばして中央、前ハイカバイのバックステップ潰して、2敗で殺しきる、ロックスジャム一本選手、100歩で潰して千里当たらない、ニエス触ってはジャム伸びているが画面端背負う形、しまってジャンプ系で止める、投げジャンディ円安から回ってドリル、ここで中断、下段そのままヒットからミスってが問題ない、足払い、ここでスラッシュバック漏れてバーストさあリーチをかけた小川エディ、伸びるを足場に潰したがリターンはエディ、前ピーへ潰してピヨってしまって、ドリル伸びるジャンハイジャンにマンオフル、
潜ってガードフロー、勝ったのは小川エディ、最後に七立てを決めて、さあ今回の23番は関東が 1,2,3,4,5 人を残して勝利となります。じゃあお疲れ様でした。じゃあどうしようかね、関東優勝チームの、誰かコメントをもらいましょうかね。エンさんで、じゃあ今回9立てのエンさんに勝った人がすごいんで、マジで JCB ホールの壇上はすげえよマジで、あそこに立つとマジですげえからそれ目指した方がいいよマジで。いやー、ポチョが出なかったからね、楽でした。あの、俺は何の仕事をしたんでしょうか。それでは今回関東のショートになりました。明日の本戦。まあ、今回はお祭りなんでね。まあ、あんまりね、気にしないで。もう、エンさんとかも勝ちすぎちゃったんですけど、明日も気にせずに忘れて、頑張ってください。関西のね、皆さんも、全然、いけると思いますので、目標大会優勝ですもんね。関西勢が。そういうわけで。まあ、明日は何事も忘れて、頑張ってください。いやー、とりあえず、お疲れ様でした。今回楽しかったです。お疲れ様でーす。